玄界灘に浮かぶ身近な楽園壱岐。博多からはジェットホイールヴィーナスでおよそ1時間快適なクルージングが魅惑の島へと誘ってくれます。その他博多と唐津からはマイカーとともに島に渡ることができるフェリー、長崎からは飛行機もあり、壱岐への交通アクセスはその目的に応じて多彩です。グルメにマリンスポーツ、史跡や名所、温泉も、元気と癒しの楽園にはあなただけの楽しみ方、それぞれの壱岐スタイルがあるのです。壱岐は邪馬台国女王卑弥呼の時代、壱岐国と称され、「魏志倭人伝」にも登場する一つの国でした。悠久の時の記憶が壱岐の大地には多く刻まれています。壱岐国の王都と特定され注目を集める春の辻遺跡、大規模な集落跡からは貴重な歴史の遺物が次々に出土し、古代史を書き換えるような発見が相次いでいます。遺跡を見下ろす高台に自然と調和した姿で静かに佇む壱岐国博物館、訪れた人を魏志倭人伝の世界へ優しく誘います。耳を澄ませば海の王都の息遣いが聞こえ、壱岐国の人々の豊かな暮らしが目の前に広がります。長崎県埋蔵文化財センターと一体となって機能し、見るだけでなく遊びと学びを通じて考古学や歴史が自然に身近になっていく。ここでは太古の日本が見せる夢とロマンにあらゆる感覚がざわめき出します。神々の島壱岐で700年踊り継がれる由緒正しい舞、神聖な者たちが誘う幻想的な夢の世界、やっぱり海の幸、新鮮な魚介類の刺身は絶品です。壱岐のウニは極上、大胆に甘い生のままでウニのぼっかけ、そして秘伝のタレで炊き込んだウニ飯で磯の味を堪能、それが壱岐流。海の男たちが一本一本釣り上げたイカの王様、剣先イカ、壱岐剣、その舌触りと究極の美味は壱岐ならではの味わいです。壱岐の豊かな自然環境が生んだ第一級の国内黒毛和牛の伝統ブランド壱岐牛、潮風を受けミネラル豊富な牧草を食べて育ったその肉質は松阪牛、神戸牛と並ぶ見事な霜降り、
口の中で柔らかにとろける満足の味わいです。島の幸とともに味わう贅沢、壱岐は麦焼酎発祥の地。良質な地下水と伝統の製法で守り継がれてきた匠の技、まろやかな味わいをお試しあれ。